半分ぐらいくれるかな。さあ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 、はい、どうもおかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録とツイッターのフォローなどよろしくお願いします。ということで今日はですね、じゃじゃーん、見てくださいこの辺崩しちゃいました、全部、はい、この辺全部崩しちゃいました。向こうの家も壊しちゃいました、はい、何やってんのっていう話ですけどね、はい、何やってんのって話ですけど、見てください、だいぶ広くなりましたね、うん、だいぶ広くなりました。何がやりたいのかって別に特にないんですけど、うん、まあまあ地面が恋しくなったといえばそれだけなんですけどね、うん、でこっちの方にもね、なんか家があるんですよ実は、うん、最初のクエストで行ったのはこっちの方の、こっちの方の建物にね、最初のクエストで多分行って、で、偶然このなんか家を発見した感じだったと思うんですけどね。この辺かな?この辺から行けるんかな?あ、これね、ここ、ここ、あ、そう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 。またゾンビいるんじゃないの?これ。ゾンビいそうだけどね。あ、いるね、やっぱね。やっぱいるね。うん。ここもね、ちょっとすっきりさせたんですけど、もっといるでしょ。あ、いたいたいた。もっといるよ。お、そんだけしかいないの。もっといるような気がするけどね。いないか。あ、いないね。もっといるような気がしたんだけど。うん。まあ、ここもちょっとすっきりこう片付けちゃったんですけど。あ、いるいる。湧いてきた湧いてきた。近づくと湧いてくるんだよね、なんかね。もういないかな。もういないか。もういないね。あ、この上にもいるんだっけ。いたいたいた。はいはい。まあそんな感じで、そんな感じなんですけど、ここもね、ちょっとつなげちゃおうかなと、実は思ってますね。で、今日は、それをやりましょう。ちょっと見てて面白くないかもしれないけどね。今日ちょっとそれをやろうかなと思って。はい。オーガで、うん。ここと自分の拠点をとりあえず繋げる。で、雪全部壊す。雪はもう全部掘り返しちゃう。で、雪全部掘り返しちゃう。まあ、オーガがあると楽なんでね。ほんと早いんでね、これね。王がめっちゃ楽。これクエストでね、手に入れたやつですけど、クエストの報酬でね。いや、いいね。王がやっぱいいね。何かと王が便利だね。うん。あの、建築してる時に、ブロックミスって置いた時もね、王がで壊すと早いんですよね。はい、貫通。こんな感じですね。こんな感じですわ。うん。じゃあ、ここずっと掘ってって、とりあえずこの半分落としちゃおうかな。はい。おお、崩れた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 。真ん中だけ崩れましたね、なんかね。全部は落ちないんじゃないか。全部は落ちないような気がするな。あ、落ちるか。でも、あ、まあまあ落ちるね。こっちまで落ちるかな。あ、落ちるね。落ちる落ちる。半分落ちましたね。おお、繋がった繋がった。繋がりました。オッケーオッケーオッケー。よし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 、オッケー。こっちはもう多分崩れないんだよね。おお、広がった広がった。こっちの建物が見えましたね。うん。これは多分でもこれだな。あ、ちゃちゃ、これじゃねえな。斧で
やった方がいいね。これはもう壊しといて、はいはいはいとあ、まあまあこれはまあいいか。そのうち落ちるでしょ。最後に落とすか。あれ、これか。よし、じゃあもうちょっと削りますか。おお、崩れた崩れた。おーおーおーおお、半分ぐらい崩れたかな。さあ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 、よき、オッケー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 。うっと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 、崩れるの早いね、なんかね。あ、片面だからもう放置できないんだね、多分ね。片面しかないですからね。おお、もうちょいもうちょい。もうちょい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 、頑張れ頑張れ。おい、崩れた崩れた、崩れろ崩れろ、どんどん崩れろ。これ繋がったかな。繋がりはしないかな。ああ、だいぶすっきりしましたね。あ、こっちの方崩れないのかな。崩れるか。崩れてる。雪に当たったら多分ダメージ入るんですけど。あ、崩れるね。こっちの方も崩れるね。あれ、落ちないかな。落ちた。OK。これ残ったか。こんだけ残ったか。いいですね。ダメージ入った。おお、だいぶすっきりしましたね。だいぶすっきりしたぞ。あ、いいね。広くなった、広くなった、広くなった。ああ、いいね、いいね。こっちの方も本当は行きたいんだけどね。こっちも行きましょうか。こっち側も。この辺から、半分。ん？こうだから、こっちか。こっちか。ちょっとずれてるね。ちょっとずれてるね。もうちょっと本当はここなんだね。まあいいか。もうすっきりしましたね。すっきりした。すっきりしたけど、あの跳ね橋の意味がなくなりましたね。跳ね橋の意味ゼロになったね。うん。めっちゃ広くなったね。もうちょっとこの、
この建物のところまで行きたいね。こいつをとりあえず全部壊しちゃうか。これで落ちないかな。落ちてくれたらいいのにな、雪がね。どこで支えてんだろう。建物で支えてる感じかな。建物の崩壊させちゃえばいいか。あ、落ちたね。痛い痛い痛い。当たってんじゃん。当たってる当たってる。お、落ちた落ちた。ギョギョギョ。あの、矢倉まで落ちてるじゃん。矢倉落ちんの。矢倉関係ないような気がするけど。壊れる壊れろ。あ、これ落ちないね。あ、後から落ちるのか。後から落ちる系ですかね。これ結局これは落ちないのか。もういっそこれそれこれももう全部落ちろ。いっそのこと、いっそのことお前も全部落ちてしまえ。これ多分ここがくっついてんだよね。あ、崩れた。オッケーオッケー。じゃあそれが落ちただけか。横がこれここで支えてんだよね多分ね。そこしか落ちないのか。そこしか落ちないのね。ああでもだいぶすっきりしましたね。だいぶすっきりしたぞこれ。これも落としちゃうか。えでこっち倒れてきた。こっちに倒れてきた。多分支えになってんだよね。であと足でしょ。屋根落ちるかな。あ、落ちるね。オッケー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 。はい、オッケー。鉄いっぱい。鉄いっぱいだね。でこれ漁ったっけ。漁ったね。ガスバレル爆発するかなこれ。爆発するやつがたまにね。たまにとか爆発したわ。ああ、見事に、見事に爆発した。あ、こ、黒焦げになった。消えるかな、あれ。消えそうだね。消えたね。これは鉄だけど。これも鉄だけど。落ちないね。ここで支えてんだね。爆発させたからサダコが来た。爆発させたんでサダコが来ましたね。どこだ。後ろか。あ、いた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 。サダコも四つん這いのやつがいるんだね。おサダさんもね。何でもかんでもこれで。あ、壊れたか。何でもかんでもオーガーでやっちゃう。何でもかんでもオーガーだ。あ、クーラーボックスまでオーガーだ。うん。まあ、木じゃなければね、鉄はもうオーガーのが。痛い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 。こっちに倒れてきた。こっちに倒れてきた。木はちょっとね、オーガー弱いんですけどね。鉄だったら強い人まだね。危ない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 。うん、これもルートも壊しちゃうね。危ない危ない。こっちこっち来んな、こっち来んな。こっち来んなよ。はい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 。こんな感じ。木は多分弱いんだよね。あ、だよね、木は遅いね。木をやるんだったら、斧でやった方が、おお、怖っ。斧でやった方がいいね。おお、いきなりかい、いきなりかい。いきなりかい。この剥がせる板はね、
強いんだよね、地味にね。これ柱か。これも柱か。柱だね。はい、オッケー。あ、だいぶ広くなったんじゃない？これ。だいぶ広くなりましたよ、これ。これぐらいあったらなんか建物作れんじゃない？ねえ。これぐらいあったら建物作れそうじゃない？なんか。ねえ。で、こっちにちょこっと掘ってあるんだけど、まあ、そっちもつなげちゃうか。こっちと。体力が全然ない。回復しろ。喉乾いてるの？そうでもないか。お腹は空いてるか。若干。落ちないんだね。なんで落ちないの？雪で支えてんのか。雪で支えてんの？これ。雪で支えてる系ですか。あれ、落ちないね。これで支えてんの？これで釣ってんの？あ、でも落ちないね。あ、これで釣ってんだじゃ、やっぱり。これで。落ちた？あ、落ちないね。落ちた、落ちた。オッケーオッケー。オッケー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 。ここつなげちゃうか。ここつなげちゃいますか。と言っても、と言っても、こういうね、なんか規則正しい向きにこだわったりとかしてね、こだわりを持ったりとかしてね、しょうもないね、しょうもないこだわりを持ったりとかするんだよね。あ、こんな感じなんだ。1枚削るとこんな感じか。正方形には、正方形っていうか、こうね、四角にはならないんだね。四角にはならなさそう。くらってるくらってる。くらっとるやん。うん、こんなもんか。こう、たまにこうやって掘れて、あ、自分で掘ったとこかな。たまに掘れてるところがあるんですけどね、なぜか。うん、こんだけあったらなんか、新しい建物が建てれそうですね。こっちもあるしね。こっちちなみに地下があるんだけどね。ここね。ちなみにここ地下なんですよね。これね。ただ地下がね、浅いんだよね、これ。ほらね。こうペラペラなんだよね。これ1枚だもんね。これね。だから多分すぐね、すぐ壊されて。上から入ってこられちゃうと思うけど、ゾンビにね。まあ1枚板引きますかね。ブロック、コンクリートブロック1枚置いて、その上に建てるような感じにしましょうかね。いいね、なんかすっきりしたね。こんだけ土が見えてるところないでしょ、多分。この世界でさ、こんだけ土が見えてるところは多分ないでしょ、これね。いいね。まあ、ここにも地下があるんですけど、ここね、だいぶ埋めちゃったんですよね。ここね、ここも一応地下なんですけど、これだいぶ埋めたんですよ、私。コンクリートで。ほらね、埋めないと上に物立てた時崩壊するんで、ここはでもね、なんか作るんじゃなくて埋めてしまいたい。こう完全に埋めた方がいいね、本当はね、できればね。これ埋めないと上に物建てられないんだよね。ここにね、上に建築できないんだよね。下に空洞があるから、崩れてきちゃうんだよね。上にも建てたものがね。ということで。じゃあ明日からちょっとなんか建築していきましょうかね。この辺ちょっとなんか坂になってるみたいで、掘ってったらね、こんなになってた。こんなになってた。これちょっと坂になってるみたい。
だからこれ以上は行かない方がいいかな。これね、うん、平らじゃないみたい、ここから先は。あんまこれ以上は行かない方がいいのかなっていう感じですね。これね、ここも掘れちゃってるんで、ここね、うん、平らじゃないみたい。ここからどうやら一段下がってるのかな、ここから下がってるのかな、うん、そんな感じみたいですね。やっぱ平らなとこにね、建築するなら平らなとこがいいんでね、うん、平らじゃない、この辺はもう平らじゃないので、ここから先には行かない方がいいですね。先ね、行かない方がいいですねとか言いながら掘ってるでしょ。こっから先ね、この辺はまだあるのかな、この辺はまだ地面あるんだね。この辺はまだ、あ、こっからないか、あ、こっからないね、ここで終わりですね。から降りてるみたいね、下にね。あ、こんな感じだ、こんな感じですね、こんな感じでございますね。あ、こんな感じで、ね、こっから先は下に一段下がって下っていくんでしょうね、こっから先はね。うん、なのでこの辺までですね、物建てるんならね。うん、よし、じゃあちょっとこっちの方もちょっとどうなってんのか見たい気はするんだけどね。うん、まあまあそこまでしなくてもいいか。よし、じゃあちょっと夜のうちに、またセメント、コンクリートミックスをガンガン作っていくので、明日はここに石畳バーッと引いて、で、上になんか建築できるようにしましょうかね。うん。ちょっとね、検証も一回、一個だけ検証したいのがあるんでね、それもちょっと明日やってみようかな。うん、はい、ということで、なんだかよくわからない動画になってますけども、今日はこの辺にしときましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。オオカミさんでございました。またね。